うさぎ放送局。16時53分に発車をいたします。のぞみ42号、東京行きが16両編成で到着をいたします。鉄道動画コレクション。まもなく23番乗り場に16時53分発のぞみ42号東京行きが参ります。自由席は1号車、2号車、3号車です。この列車は全席禁煙です。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。この列車は16両編成です。この列車は途中、新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川に止まります。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。小さなお子様は手をつないでご乗車ください。 Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. The Super Express Nozomi 42 departing at 16:53bound for Tokyo is arriving at track 23. Thank you.
動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画はのぞみ号といえばこれ、 N700K アドバンスのぞみ42号東京行きが岡山駅に到着、そして発車をするという動画です。はい、今回は N700K ののぞみ号のね動画だったんですけれど、あの岡山駅での本当に普通のね、到着と発車の様子で、大きいね A の方ですね、はい、そちらの 700K の N700 ですねの動画でしたね。でまあまあ本当に普通だったんですけれど、まあ、今回そうですね、まあいつも通りっちゃいつも通りなんですけども、ちょっと注意が多かったかなっていう感じかな。まあ多分出てる人がいたのかな。はい、岡山駅ね、あの新幹線の方で何度か言って、あのね振り返るとかでも言っておりますけれども、シビアですからね、あの黄色の線を超えてるともう絶対にね駅員さんに言われますからね。そして柵になんかねもたれかかったらもう絶対にねもうダメですからね。はい、黄色の線をね踏んでる時はね微妙です。踏んでる時はね言われる時と言われない時があるかな。うん、で私の場合は基本的には黄色の線を踏まないようにはして撮影してます。特に岡山駅ね山陽新幹線の場合はね。はい、ちなみにあの黄色い線、あの点字ブロックね、あれあそこあの点字ブロックなんですけど、あれは目の見えない人があそこ歩くためのものではなくて、目の見えない人、点字ブロックをねあの使わないといけない人があそこより先に行くと落ちるよっていうものなので、なのでまあ私の見解としてはあそこを踏んでたとしても目の見えない人の邪魔にはならないとは私は思います。はい、通路じゃないですからね。うん、点字ブロックいろいろな種類があるので、また点字ブロックに関しては調べてね見ていただけると、またそれはそれで、まあ、ちょっと新幹線関係ないんですけど面白いので、あれね岡山が発祥らしいです。岡山のね人がね発明したらしいです。はい、点字ブロックね発祥の地っていうのがね岡山にねあります。そこまたね全然関係ないんですけど、取材というか行ってみてもいいですね。まあちょっとまたねうさぎ放送局の方ではいろいろねやってみようかなと思ってるんで、そういうのもやってもいいかなと思います。ちょっと話はねずれましたけれども、うさぎ放送局新幹線のね動画でした。N700K の新幹線に関してはまあ人気っちゃ人気なんですけれど、なので動画の再生数もね結構ね多かったりするんですけれど、まあちょっとねまあ、どれも変わり映えがあんまりないのかなっていう感じがして、はい、まあまあたまに出そうかなっていうレベルにはねしようかなと思ってるんですけれど、まだね以前撮影した岡山駅で撮影した動画ねあるので、また1週間に1回ぐらいは出そうかなと思ってます、 N700 ね。はい、そんな感じで、あとね今回入線したの東京行きですけれども、博多行きですね、そちらの方反対側のホームですね、反対側のホームののぞみ号がね発車していくと同時に入線してきましたけれども、こののぞみ42号が東京行きね発車していく時にはもう次のねあれみずほかなが桜かな、確かみずほって言ってたような気がするんですけど、あれが入線してきたので、隣のホームのね博多方面行きの間隔がすごい短かったんですよね。はい、その辺気づきましたでしょうか。うん、まあ、そんな感じで今回は山陽新幹線の N700K アドバンス大きい A の方ですねののぞみ42号東京行きの到着と発車の動画でした。あ、最後ちょっと言い忘れましたけれど、入線の最初のねメロディー切れてましたね。あれ、あそこね難しいんですよね。あれね、入線のメロディーを切らずにね、収録しようと思ったらコツをつかめばできるんですけれど、っていうのは先に電光掲示板の、
電車が入線しますっていうのが先に点滅して、で数秒後になるので、なので あれさえ見とけば、あの頭から切れずにね収録できるんですけれど、今回の位置ね確かね見えなかったかな、電光掲示板がね。なので聞こえてから録音開始というか、まだ大丈夫だろうと思ってたら、来たなったので、はい、だいぶ早めになりますからね、うん、あれ辺もねちょっとね、あのコツをつかまないとね、なかなか難しかったりします。はい、私の場合見えなかったら早めにね録画しとくんですけれど、今回はね予想よりもさらに早かったなるのが、はい、という感じです。それではあの今回の動画もし良かったなと思っていただけましたら、高評価グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あんまり良くなかったかなと思われましたら低評価でも構いません。評価よろしくお願いいたします。またあのチャンネル登録ねまだお済みでない方いらっしゃいましたら、ぜひこのね鉄道動画アウトレットのチャンネル、まだまだチャンネル登録者数さんがね少ないので、まあ多くなってもねしてほしいんですけれども、はい、ぜひチャンネル登録ねしていただければ嬉しいです。またあの他の動画もねたくさん見ていただけると嬉しいです。あの山陽新幹線のね動画とかもあの定期的に公開しておりますので、はい、新幹線しか興味がないよという方もね遡って見ていただければ、あの 700K とかレールスターとかの、ね、動画も公開しておりますので、またそれ以外にも在来線ね岡山とか香川の、あの普通の電車とか、あと関西のね鉄道とかも公開しておりますし、はい、なのでよかったら見てください。そしてあのうさぎ放送局ね、あのもう一個の別のチャンネルうさぎ放送局の方でも鉄道の動画たくさん上げておりますので、こちらの方のねチャンネルにもぜひ行っていただいてチャンネル登録していただけると嬉しいです。うさぎ放送局の方はこの動画のね説明欄概要欄の方から行きますのでよろしくお願いいたします。こちらの方はね鉄道の旅動画とか、またあの新幹線に乗車したっていうね動画もありますので、ちょっと過去に遡らないとだいぶ古いんで、はい、ないですけれども、また見ていただけると興味があるとあのね嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。